最近ガーシーチャンネルという暴露チャンネルがバズってますが、愛さんは知ってますか、またガーシーのような暴露 YouTuber についてどう思いますかっていう。いや、すごい人気ですよね。でも逆に愛さんって暴露されようがされまいがあんまキャラ変わんないじゃないですか。変わんないです。うん、なんか別にいいかって、う、ね、うん、なんかリスキーな感じでもないですよね。なんかね、なんか別に、なんだろうな、うん、その人はそのやり方なんだなって思うから、なんか私は私のやり方だしって思っちゃうかな。うん、なんか2丁目とか行くと、そのこういうタレントさんが実はみたいな、その業界裏話をしてくれる人って結構いるじゃないですか。うん、でも愛さんもそれやろうと思ったらいくらでもできるけど、多分やらないじゃないですか。うん、そこの境目って何なんですか。業界裏話、うん、なんかそういうことより私がね、テレビで発することですか。テレビで。あ、いや、そのなんかあの お店とかで。要はそのなんか業界であのタレントさんって実は裏ではこうなんだよみたいなのってなんか盛り上がるし、そういうの聞きたいってお客さんって結構簡単に集められるじゃないですか。ああ、でもね、そういうのはなんか、なんだろうな、気持ちよくないというか自分が。そういうとこありますかね。なんか、うちのお母さんに人のことは言ったらあかんみたいなことを結構言われてたタイプなんですけど、そう。へえ。あ、じゃあそういう教育の成果なんですね。そうですかね。